そして堀之内は4年ぶりの徳山参戦6コース、向かい風の中インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。大外6コース6番の堀之内清子がいいスタートを切った。一気にまくり切るのか、抵抗する4番の高橋渥美の上を力強くいった。6コース大まくり、鮮やか堀之内清子、スタートは前提正常でした。このモーター、はい、あまりね数字はないんですけれども、ね、ただあの近況ね、はい、温水パイプがついてから、はい、いいようですね動きは。そうなんですね、はい、なんか数字全件引いた時にあらっと思ったんですけど、はい、あの昨日全件乗ったらそこまで悲観する感じじゃなかったですね、はい、後半もしっかり船券絡めるように頑張ります。インコースから1番2番3番4番5番6番スタートしました。やや目立ったのは2コース2番の堀之内、ダッシュ勢からは6コース6番金子のスタート、伸び返して1番の小金井が先に回る、沈着冷静に空いた内は逃しませんでした。堀之内の差しまくって差しての大活躍は堀之内、今日連勝ゴールで先頭、スタートは前提正常でした。ちょっとね余裕を持って1マーク差し構えです、はい、そうですね、はい、いつもだったら上行っちゃうんですけど、はい、今日は冷静にさせました、はい、それはある程度船足の裏付けがあるからそういうレースにも出てくるんですか。でもそうでしょうね、はい、最近ちょっと出てなかったんでなんか落ち着いたレースできなかったんだなって今思いました、はい、とにかく船券に絡めるように、はい、一生懸命頑張ります。